崎の当局者ミスだらけやばいよね超使えない部長メセル届かないノルマ呪うやり場のない気持ちの扉破りたい給湯室タバコを吹かして見つかれば逃げ場もないしゃがんでられない足腰痛い心の一つも分かり合えない若い部下を睨むそして仲間たちは今夜も飲み会でいないとにかくもう会社にも家にも帰りたくない自分の存在が何なのかさえ分からず震えている途中の夜ガキの頃盗んだやつ黒い煙に吐きながら走る誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に途方に暮れて佇む五十の夜風冷えた体人恋しくて夢見てたあの子も今はすでにおばさんだよなと我に返る闇の中やたらと目立つ遠くの看板五千円じゃろくな子もいない薄い財布を握りしめ恋の結末は散々だったあの子はやつと消えていた今どうしてるかな仲間たちは会社をやめろやめろと言うがそれは無理なのさ残業もつかない給料もつかないけれどなんてちっぽけでなんて意味のないなんて非力な釣りしていたのに自転車の鍵はどこへ行ったやめられないタバコをふかしむせ返り涙目になるもう若くないと悟る五十の夜顔で笑う妻が怖い、yeah. 誰かに慰められたいと逃げ込んだこの店で自由になれた気がした五十の夜どうもありがとうございました。マコスでした。